サンクス先生のファッションビジネスの授業です。これだけは知っていて欲しいアパレル業界のノウハウを惜しみなくお伝えしています。ジェンスン・ファンは NVIDIA の共同創業者兼 CEO として知られています。1993年に設立された NVIDIA はグラフィックス技術と AI 分野で革新的な進展を遂げてきました。ファンのリーダーシップのもと、同社はグラフィックス処理ユニット GPU 市場での支配的地位を確立しました。特にゲーム業界、データセンター、高性能コンピューティング分野においてその技術は広く利用されています。ファンのビジョンは単なる技術革新にとどまらず、社会全体に新たな価値を提供することに焦点を当てています。またファンの指導の下で NVIDIA は自動運転車やヘルスケア、ロボティクスなどの多岐にわたる領域で AI 技術の適用を拡大しています。同社の CUDA プラットフォームは研究者や開発者にとって重要なツールとなり、ディープラーニングや科学計算の進展に大きく寄与しています。さらに NVIDIA はエネルギー効率の高い計算手法を追求し、持続可能な技術開発にも力を入れています。不安のリーダーシップとビジョンは、 NVIDIA を単なる技術企業ではなく未来を切り開く革新の源泉として位置づけています。不安のリーダーシップスタイルは常に大胆な冒険心と革新的な思考にあふれています。彼は社員一人一人が持つポテンシャルを引き出し、クリエイティビティを最大限に生かす環境を提供しています。このため NVIDIA は絶えず進化し続けるエコシステムを構築しています。またファンはグローバルな視点を持ち、多様性と包括性を重要視しています。彼のビジョンにより NVIDIA は高い倫理基準と社会的責任を持つ企業としても評価されています。そして彼の先見性により NVIDIA は引き続き新しい挑戦に応え、技術の限界を押し広げるリーダー企業であり続けるでしょう。またジェンスン・ファンの教育的背景も彼の成功に重要な役割を果たしています。彼はオレゴン州立大学で電気工学の学士号を取得し、スタンフォード大学で電気工学の修士号を取得しています。この高度な技術的知識が彼のリーダーシップと独創的なアイデアの基盤となっています。ファンはまたコミュニケーションの重要性を理解しており、社員やステークホルダーとの効果的な対話を通じて NVIDIA の未来を共に築いています。さらにファンのリーダーシップのもう一つの重要な側面は、市場の変化に迅速に対応する能力です。急速に進化する技術業界で NVIDIA は常に先を見据え、次世代の技術トレンドを捉えることで競争優位を保っています。例えばクラウドコンピューティングや量子コンピューティングなど新しい技術領域への投資を積極的に行っています。これらの取り組みは NVIDIA が次なる技術革新の波をリードするための準備をための重要な要素となっています。ジェンスン・ファンのリーダーシップのもと、 NVIDIA はこれからも技術とイノベーションのフロンティアを切り開いていくでしょう。彼の卓越したビジョンと戦略的な思考は NVIDIA が未来の技術チャレンジに立ち向かう力強い原動力となっています。ファンの指導によって NVIDIA は単なるチップメーカーから AI と最高性能の計算技術を推進する革新的な企業へと飛躍を遂げました。彼の情熱と先見性が技術の限界を超え、新たなフロンティアを開拓する力を NVIDIA に与え続けています。 NVIDIA の今後の展望としては、 5G と IoT もののインターネットの分野にも注力していくことが予想されます。これらの技術が広がることで、より多くのデータが生成され、それを処理するための高性能な計算能力が求められます。ファンのリーダーシップの下で NVIDIA はこれらの市場での需要に応え続けることでしょう。また持続可能なエネルギーの分野でも新しい技術の開発を推進し、環境に優しいイノベーションを進めています。このようにジェンスン・ファンのビジョンとリーダーシップにより、 NVIDIA はさらなる成長と進化を遂げ、次世代の技術革新をリードし続ける企業であり続けるでしょう。最後にジェンスン・ファンのリーダーシップが NVIDIA にもたらした影響は、社内外の多くの人々にとってインスピレーションの源となっています。彼の革新的な考え方と情熱は、NVIDIA を単なる半導体企業からグローバルな技術リーダーへと進化させました。未来に向けてジェンスン・ファンが持つビジョンと戦略的洞察力は、 NVIDIA を一層強固な地盤に導き、次の10年も技術の最前線で輝き続けるでしょう。 NVIDIA のこれからの挑戦と成長を私たち全員が楽しみにしています。今回はこれでおしまいです。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。
次回の授業でお会いできることを楽しみにしています。